関ヶ原の戦いは家康率いる東軍の勝利に終わる。天下人となった家康は江戸幕府を開くが、豊臣家は心中を拒み、圧力を増していく。やがて決戦は避けられぬところとなる。世の恒久的な太平のため、女王を捨てて豊臣を消そうとする家康。己の大切なもののため、命を懸けて守ろうとする豊臣の将。人の性あるところ戦あり、戦あるところ人の死あり。性を持てば自ら死を呼び寄せたがる。それが人の習い、そして生きる証。戦国最後のもののふが集う大阪に、出雲の御子お国が降臨する。これで乱世もまく、散りゆく魂もう手をくろか。第5話、大阪の陣。浮世は幻、いちごは夢や。戦国乱世、この一戦にて終わらせるのだ。皆頼む、父の残したこの家守ってくれ。とりあえずこの包囲を抜けるしかないか。やはりまた戦か。ところでどうしてまた大阪方に。どうしてどすやろ。帽子を元なりせます。タコ殴りみたいな着地をしましょう。身を挺して影を放つ。湯原さんは今回も遂げられるわ。邪魔をしない。私は死んだって構わない。女の人が死のうやなんて、けなげやな。最後まで諦めん。こんな状況ないわ。この程度燃え尽きはしない。二の丸は奪還できたな。次は二の丸だ。開門するから守りにも気を配る。開門。来るの遅いよ、死んじゃうって。うちの前に
ても守りたいよね。終幕は必ず来るもんどさ。心配も嘆くこともあけん。女性が相手じゃな。何を悠長に攻めておる。時は待ってくれるのだぞ。これよりを打ち、早々に乱世を終わらせるのじゃ。誰か伊達の進撃を止められる者はないか。さて次は西門から出て南西砦を目指そう。大門、やれやれ、これでやっと城から出られる。どけ、功をなし、新たな時代の柱となるのじゃ。功を稼ぎすぎると来たるべき粛清の時代が怖い。移動の際お金がなかったらここで分かりやす。これで彼は功と死して総区ニラルの最後を逃れて。ええことしてあげて気分よろしや。この程度で燃え尽きはしない。絶対死なない。お見事、武器の舞い踊る。すお引き取りの。開門。戦術的にだけでも勝つには総大将を打つしかない。民のため、国家のため、この時代私が終わらせる。たとえ兼続殿が相手でも私は。ほい、ここで負けるなんて悔しい。討ち死に、戦場の父とやるのだ。お見事、失ってきたわ。よしよしよし、飛ばしますよ。これはモノノフの意志引くものか。敵将を言わしました。お助けください。お国さん、また会えたね。やあ、ゆうちゃん、生きてはったんですか。ようなもんです。どうぞ。
雪村さんの生き様を届けさせておくれやす。悔いはない。討ち死に。時代の逆らい、もっと生きていかなかった。なんせも知った魂がキラキラと強かったこと。お国さんの最後の戦、楽しんだみたいだね。人はいつか死ぬですよって楽しまれた。これで敵総大将家康に挨拶し、あわよくば倒せる。家康様、人ならぬとこと迎えに行きます。乱世は終着に向かって、もう乱させはせぬ。今の話を考えてない。どう生きるかに執着しよう。生を考えるのは死を考えるのと同じです。お見事。うちの前にどうです。さて、この勝利を豊臣存続につなげられるかだが。歴史が教えてくれといやすか。本に浮世は水車、同じことの繰り返しどすな。乱世も幕、キラキラした戦国の魂と言いましょう。アイナ、気持ちよう舞いました。盛り吹けゆく八重桜、散ればぞ誘う、誘えばぞ散る。乱世もマクドスな。ほな、行きますえ。散るはほどなく梅雨の実の、風を待つ間のほどばかり。